福岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。2017年度は鳥年、こちら可愛い羊毛フェルトの作品で鶏親子です。鶏のお母さんとひよこの子供、ちょこんと癒される作品です。お部屋に飾っていただくインテリアグッズです。125番と127番は右手をひよこの頭の上に乗せています。ポーズは同じですがくちばしの色が違います。アップで撮影します。1点ずつ手作りなので微妙に形もそれぞれ違います。123と124番、こちらは左手をひよこの頭に乗せています。ポーズは同じですがくちばしの色が違います。アップで撮影します。4点は頭にひよこが乗ってます。こちらも2点はこの色のくちばしで、そしてこちらの2点は濃いめのくちばし。ひよこちゃんの大きさ、そしてお顔の表情など微妙に違うので別々の番号でご紹介をします。黄色いくちばしの2点からです。120番です。122番です。濃い黄色のくちばしの2点です。119番です。121番です。こちら鶏ですが年中飾れます。そして手に持った大きさと後ろです。